朝日生命大手町ビルは、東京都千代田区大手町にある、超高層ビル。江戸通りと永代通りが交差する地点の北東角に位置する。第14回、BCS 小受賞。東京都下水道局施設跡地の再開発プロジェクト、時和橋地区再開発計画として計画され、朝日生命保険と東海銀行が共同で、開発した。 都内では2例目の特定外区プロジェクトであり、丸の内界隈では初の超高層ビルとして1971年7月に竣工した。当初の名称は朝日東海ビルで、開業時は地下1階の一部と地上を4階を除く8階までを東海銀行が使用し、地下4階、地上14.15階、東野会の機械室、および地下2.3階の車庫を除く。 その他の木沢橋は、朝日生命保険をはじめとする13社の事務所及び8社の飲食店が使用。4階床の高さには、低層部屋上を利用した庭園が設けられ、建物利用者の憩いの場として供された。東京メトロ東西線大手町駅と直結し、地下商店街は隣接する日本ビルともつながっている。三百八台収容の地下駐車場は、東隣の JX ビル。 大和語副教ビル、首都高速やエッセンとも連絡している。外壁には低層部で厚さ4ト、mm、ル上部で厚さ2 5ト、mm、ルのアルミニウム板にスが用いられ壁面の白色による単調さを避けるために窓を深く取って陰影を与えるよう計画されている。上部にはハロゲンランプを用いた天気予報板を設置して天気記号を電光表示。 オープン当初は東屋からレーザー光線を発射していたが夜間飛行に影響するため取りやめとなった。下記に記載の通り、東ビル敷地をはじめ隣接する JFE 障子ビルのほか、日本ビル、JX ビル、大和五福興ビルの各跡地など約3.1ヘクタールは三菱地所による再開発によって4棟のビルの建設が計画されている。 総事業費は1兆円を超える。東海銀行は不良債権処理を加速させるため、1998年3月期に所有権の売却益169億円を計上。売却後、同行は沈借して2002年まで、東ビルに東京本部を置き、同年三和銀行と合併した。2001年11月、朝日生命は、折からの不況と株安による経営悪化から、 東京会場火災保険の正保司会社、東京会場日動安心生命保険と2003年3月に、しかし2002年2月に東京会場と意見相や資金の折り合いがつかないことを理由に合併の白紙撤回を表明。これによって、朝日生命は自主再建を進める方針を打ち出し、財務基盤の強化を狙い西新宿の本社ビルとその敷地を証券化して売却。 2004年12月に東ビルに本社を移転し、2006年には東海銀行が売却した持ち分を買い取っている。その後、リーマンショックの夜、株価下落で再び財務基盤が悪化した朝日生命は2009年3月末に東ビルを三菱辞書の特別目的会社に約800億円で売却した。三菱辞書は、 時和橋地区の朝日生命を大手町ビル及び日本ビル、JX ビル、JFE 商事ビル、大和五福興ビルの土地の権利を大手町一丁目の日本政策投資銀行、広古ビル、新広古ビルが建つ外区の権利と交換し、その外区に31階建てのオフィスビルと18階建てのホテルを建設。その後、当ビルを含む時和橋地区のビル群の跡地は再整備が行われる。 大手町ビル跡地には2027年度、トーチタワーが、竣工予定。ありがとうございます。